万獣怖いは古典落語の演目の一つ。ジュゲム、メグロの三ンなどとともに広く知られた話。1776年間風来山人編、三話ライフより、万獣怖いの原話の部分直接の原話は1768年に出版された昭和集、和ライフの訳本からとみられるが、中国における似た昭和は、壮大の要冒徳の随筆。 秘書録はや秋代の社長性合造組にもある。日本の小話、軽口集では他に1662年間のため口物語におとぎ集、野間登録のエピソードとして登場するほか、1776年間の市の富会、1779年間の木の薬、1797年間の仕様の花に同系のものがある。東京では、 若手が鍛錬のために演じるいわゆる前座話の一つとされるが、五代目、柳谷子さん、三代目、桂美木助らは晩年まで得意ネタとして長く演じた。髪型では四代目、桂米団治が演じていた、ものが三代目、桂米長、三代目、桂米之助、六代目、昭福帝昇格に伝わった。その後は、多くの話家が演じている。ひゆめ 1574年から1645年の笑い踏まき12による腹をすかせた貧乏人がまんじゅうの店の前で突然倒れる店の主人が訳を尋ねると男はマントウが怖いと言う主人は男を困らせてやろうとマントウをたくさん入れた部屋に閉じ込めた男はマントウを平らげ怒った主人に今度はお茶が怖いと言う まんじゅうひ暇を持て余した町の者が数名集まり、それぞれ嫌いな者、怖い者を言い合っていく。蜘蛛、蛇、アリなどと言い合う中に一人、いい若い者がくだらない者を怖がるとは情けない。世の中に怖い者などあるものかと嘘吹く男がいる。他の男が、本当に怖い者はないのかと聞くと、嘘吹いていた男はしぶしぶ、本当はあると白状する。では、 何が嫌いなのかと念を押され、男は小声で、まんじゅうとつぶやく。男は、その後、まんじゅうの話をしているだけで気分が悪くなったと言い出し、隣の部屋で寝てしまう。残った男たちは、あいつは気に食わないから、まんじゅう攻めにして脅してやろうと、金を出し合い、まんじゅうをたくさん買い込んで、男の寝ている部屋へどんどん投げ込む。目覚めた男は声を上げ、 ひどく老媒して見せながらも、こんな怖いものは食べてしまって、なくしてしまおう、うますぎて、怖いなどと言って、まんじゅうを全部食べてしまう。一部始終を覗いて見ていた男たちは、男に騙されていたことに気づく。怒った男たちが男をなじり、お前が本当に怖いものは何だと聞くと、この辺で濃いお茶がいっぱい怖い。ありがとうございます。